さあ日本の佐藤由香です。歯切れの良いステップを持っています。21歳になりました。オリンピック村に入ってから誕生日を迎えました。一生懸命やって悔いを残さぬようにというこの佐藤由香、テクニカルプログラム第7位から上位を狙います。トリプルルッツ決まりました。いつも練習で失敗していたこのジャンプ、今朝の練習を見ておりましてもジャンプが次々と転倒というシーンがありました。トリプルフリップ、ジャンプが決まればこのスピンとそれから軽快なステップは定評があります。東京生まれ、法政大学3年生です。トリプルループからダブルトーループ、ジャッジ席の真ん前、トリプルサルコー、ここまで3回転は全て決めています。曲はレオン・ミンクスのパキータ。今シーズン初めに予定したプログラムを途中で変えました。そしてこの曲パキータに昨シーズンのものに戻しています。ダブルアクセルからちょっと間がありましたがコンビネーション、回転スピードがあります。さあここまで時間は3分、残り1分にかけます。テンポが上がってきました。トリプルサルコー、さあそして得意のこの軽やかなステップ、やりました。日本佐藤由香、練習も含めて、あ、平松コーチ、そしてお父さんの佐藤信夫コーチも今がっちりと握手をする姿が見えました。私も練習をたびたび見てきましたがリレハンメルに入ってから一番いい演技だったと思います。この笑顔がそれを物語っています。日の丸が揺れて、あ、福原コーチの姿も見えます。前回2年前のアルベールビルオリンピックで7位、
お父さんもお母さんもかつてのオリンピックス日本代表、その両親の順位を超えまして7位、現在テクニカルプログラム7位です。したがってここでカタリーナ・ビットを抜いて一つ上がれば、それを期待しましょう。これがお父さんです、佐藤信夫コーチ。全日本チャンピオン10連勝というかつて2回のオリンピック代表、今抱き上げた人、この人がピーター・ダンフィールドさん、まあ、このオリンピックに向けての臨時コーチ、アメリカ人62歳、カナダ人です、失礼。さあ見てみましょう。これは2つ目のコンビネーションジャンプ、ダブルアクセルで入ってぐらつきましたが2歩3歩落ち着いていました。本人も満足のいく演技でしょう。お父さんが信夫さん、お母さんの久美子さん、やはり全日本、そしてオリンピック代表2回、5歳からスケートを始めました。自分から滑りたいと言ったんだそうです。さあ得点期待しましょう。テクニカルメリット技術点、高い点が出ました。 5.7123、 この点が出ればこの時点でもちろんトップに立ちます。さあテクニカルメリット技術的な高さを9人のジャッジはきっちりと評価したようです。そして今度はアーティスティックインプレッション、今度は芸術的な印象ですが 5.7 が4人出ました。もちろんこの時点でトップに立ちます。17人を終わりました。日本の佐藤ゆかがトップに立っています。この時点で第2位カナダのシュワナールです。